日のよろっこ。よしひくさん、無事に卒業しました。今までありがとうございました。これからも野球を頑張るのでよろしくお願いします。よろっこ。うまっ。ポールはね、いつもスルメイカ食いよるんですよ。あ、気合い終わったら今でもできる食べてる。コーラか、ね、ストライコーラかなんかと。ああ。よしひく。本当ね。よしひくはね、試合終わったらいないの。はいはい。で、寮長に、よしひくいませんよ、言ったら、お、あいつは足が強化しとるから。寮長。でも先ほど言われてた、ちらっとね、カメラが回ってないところで達川さんが言われたじゃないですか。若い頃のカープ楽しかった、もう一回戻りたいって言われたじゃないですか。いや、面白かったよ。こんな幸せな仕事ないよな。21の時に入って、もう一回の 寮でね、みんな楽しくやりたいと思うけど、うん、でも、選手としては、僕は個人的に28ぐらいに戻りたいね。あー、なるほど。俺21ぐらいよな。21戻りたい。21に戻りたい。もう一回、人の名前で勝ちなさいよ。僕は何ですか。周り嫌がりますよ。こんな選手がやったら、今の選手どうしようもないですよ。そうですよね。プレーできなくなりますよ。そうですよ。今吉彦が今子供だろうで吉彦じゃって、はい、今のチームだったら菊池と吉彦と寄るかな。あー、そうみたいに。あー、そうですね。吉彦が菊池に、よっさー、もうちょっと早く動いてくださいよって言われてるんだよ。多分全員目つけて、全員になんか言ってますよ。あ、そうね、言ってますね。でもチームは強くなるからな。あ、確かにですね。俺はありますね。達川さんやっぱり何歳ぐらいに戻りたい？俺はね、31が一番楽しかったね。ああ、なるほど。めっちゃ楽しかった。31、32、33の3年間はプロ野球生活で一番楽しかった。俺も楽しかったと思う、3年間は。うん、昭和の最後に迎えたんですけどね。うん、ね、先発して沢村賞も取ったし、これからも、あ、私が、あ、今から試合じゃあ、言ったら、これはもうマッサージ終わって、じゃあな、バイバイ、帰るね。いや、でもあの頃のカープの選手ってみんな有名人が多かったですよね。なんか、プレイヤーとして確立されてたっていうか、ちょっと地方の人たちでもみんなやっぱカープの選手みんな知ってたじゃないですか。達川さんって言ったらキャッチャーって、達川さんみたいなキャッチャーってその後生まれてこないですよね。どんなささやきされてたんですか、本当に。いや、僕はね、それほど言われてるほど喋ってないですよ、はい、あ、そうなんですか。うん、大野なんかに話しかけるだけで、はい、の、うん、ピッチャーに話しかけるだけで、バッターに話しかけるのは、はいはい、ほとんどなかった。聞こえないから俺には。でも結構頻繁に後ろからで注意されたら、なんか喋ってましたからね。だからバッターとも喋るかわかんないけど、審判との会話してましたからね。大体審判とのね、今だったらもう大変なことになるけど、大体、はい、審判にノムさんなんかでも、他のあれでも全部ノムさんでも、おい、今日はもうどうなってんだよ、ね、見えてねえじゃねえかね、二日酔いからね、いろんなことを言ったりノムさん。ああ、なるほど。あんな感じよ。ああ、はもうパッとボール球と今回のストライクで言ったら、はい、今日ワイドでいいですねーいうな感じで行きましょうっていう。でもその一言で、ヤクルトの大杉さんに頭コツンされてるからね。あ、大杉さんね、うん、あれは着地スコアラーが悪いんだよ。大杉絶好調、はいはい、大杉絶好調、ルイジェットの石ころだから、時と場合によっては歩かせる。詰まっとっても歩かせる。そこで収めとけばいいんだけど、なんと。それは津田に、津田石ころ石ころ1点勝った、石ころええかい、スライム投げるなよいうことよ、はいはいはい、石ころだよ、でも石ころ石ころ作戦でいくぞって言ったら、大杉さんが、おい石ころとはなんだよ。それでだってポコッとやられたのはホームラン打たれてやられたんだけど、その前もこうやってやられてるんですよ、ちょこっとちょこっと。で、トムさんに、まあ、大杉さんに何言うたんないで、石ころと一緒やで言うたら、あかやろお前、止めれねえぞ俺って言うの。金田の止める前でね、トムさんね、そうそうそう、笑かすんだよ、大杉さんだけはしゃよう止めんどいて。でもトムさんも一球投げた時は完全試合を思って、
で、ヒット打たれたらノーヒットノーラン、次は完封を持ってって、はい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 、トムさん面白かった、はい、でも面白い人多かったですよね。でもそういうことを思って投げてたピッチャーいっぱいいたからね。今なんてもう6回7回投げればもういいわっていう。そうですよね。完投完封は言葉で言うけど、うん、じゃあマウンドでその姿を見せるか言ったら、うん、ほとんどないじゃないですか。そうですね。まあ、強制っていうのもありますけどね、うん、じゃあ本当に完封する気、完封する気まんまだったんですよね、みんなね。そう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 、ピッチャーは。そうですよね、面白かったですよね、完封完投が、うんうん、まあ、今そうだった。実はあたりも起用法も踏まえて分業制で時代もね変わったかなっていうのもあるよね。まあでも打者の技術も上がったのがあるかもわからんで、それも7番8番9番やったらバシロの時はもう簡単にアウトになるから、うん、2割そこそこ打ってないもん、みんな、うん、今は結構打つやろ、うん、だからこそやっぱりリリーフ陣の強化というのは、そうです、ね、ここがやっぱ強くないとやっぱり優勝にはなかなか届かないでしょうね、うん、あ、だから小さくなったもんね、うん、打線の、うん、でまたパ・リーグなんか DH だからね。そうですね。あ、一つ聞くの忘れてたじゃないですか。何、大野さんに聞かなきゃって、あのボール問題。 WBC? じゃなくて、いや当時のほら、カープの怪しいボールを今さ、WBC でさ、ピッチャーズに聞こうと思ってたっけ、うん、で、今、日本球からさ、うん、NPB のボールから WBC のボール、ちょっと大きめやん、うん、で、向こう行った時もあったでしょ、うん、で、俺たちの頃ってさ、ナス、ナス、そうだ、サンアップ、うん、玉沢、うん、水野ったら、うん、全部違ったやん、球団大球場でね、うんうん、全部、うん、縫いも違ったし、滑り方も違ったし、だからあの頃のピッチャー何も言わんかったでしょ、考えたら。ないですよね、それが当たり前だと思って。あ、だからあの当時言ったらその適応能力も結構みんなあったよね。例えばマウンドなんかでも今固くして掘れないって言ったけど、球場なんて、そうそうそう、むちゃくちゃ掘れるじゃない、うん、それでもで地方行ったらすごい掘れるじゃないですか、はいはい、それでも工夫し投げてたじゃないですか、うん、でボールでもそうですよ、うん、でもいろんなボールを僕らも投げたけど、僕が一番好きだったのは水野です。まあ、水野のボール一番しっくりくる、うん、飛ぶとかと言うけど、はい、水野が一番しっくりくる、うん、で今度それがメジャーのボールになると、はい、これが一回り大きくて、そうね、で革質もすごい滑るんです、うん、だそれに馴染むのも大変だろうけど、だから今ピッチャー、日本のピッチャーもこねたりしてから、そうですよね、滑らないしてるじゃないですか、うん、それをしっかり投げ切るというのがどこまでできるかどうかというのもあるんですよ、うん、でそれで終わっちゃえばいいんですよ、はい、で今度はまた日本のプロ開幕するじゃないですか、はい、で戻ってきてボールまた変わるじゃないですか。変わりますよね。そこら辺りピッチャー大変だと思うんですね。あ、意外とないぐらいだろう。だから、まあ話したんだけど、そのもう同じ水野の統一球みたいに今はなってる、あのじゃなくてメジャーの大きさ、うんうんうん、一緒にしたらいいんじゃないって思うんだけど、これが非常に難しい問題だね、うん、じゃあどっちに合わすかってなるの、うん、で合わしました。でも考えたら高校もある、うん、大学もあるノンプロもあるって、うん、全部変えるのかっていう問題があるから。ただ今みんなそのボールを持って四角してるわけじゃん、うん、そうそうそう、でまあ4年に1回とかだけだけど、うん、まあ、だったらメジャーのさいつもルールを取り入れてるわけじゃん、うん、今度何かあるじゃん、うん、なんだかルール秒数のやつ、それでボールになるんだよね。そう、15秒に1回、そうそうそう、なるほど、俺の時は20秒に1回、この間メジャーで取られたよね。そうそう、でバッターが8秒間の間に取らなかったからアウトになって、でゲームセットになって引き分けに終わったとか、だからわけわからんってことだよね。新聞出てたよ。まあでもいろんな球技を使った、ボールを使った球技を使ったスポーツたくさんあるけど、野球だけなんですよね、統一されてないのは、うん、あ、そうだね。あとは全部の球技っていうのはもう統一された、世界が統一された球技、はい、ボールを使ってるんですよ、はいはい、で野球だけはやっぱそこら辺りに非常に大きな問題があって、うん、なかなか統一できない、うん、だからそうやってアメリカのルールを真似するんやったら、うん、要はコリジョンルールとか、うん、そこは真似してくるんやったら、ね、そこまで合わせてやったらボールも合わせたらいいじゃん、大きさも、まあまあ、そうすればまだグズグズ言わんでいいけど、うん、よく考えたら、あ、大学も高校もあるなと思って、アマチュアのことがあるんですよね。そうです。で例えばこれをメジャーのボールに合わせてやらしたら、はい、おそらく日本の投げる人、うん、野手もそう投げにくくなると思うけど、うん、ピッチャーはおそらく肘肩もろもろの故障者が、あ、そういうことね、さらに増える可能性があります。なるほど。あのボール、結局人間の心理からして滑らなかったら安心じゃないですか、はい、滑る言うたらどうする、滑らないように力が入るでしょ、で、重さも重たいでしょ、はい、だ相当肩肘、いろんなところで負担がかかるんですよ。なるほど。だからメジャーの電池で手術が多いのかね。多いよね。多いよね。日本のピッチャーも行っても結構みんな手術するでしょ、相当負担がかかるんですよ。それ今の日本の子に、日本の選手にそれをやらして1年間やらしたらちょっと心配ですよね。だからさっき言ったけど、あの頃の人って何種類のボールを何も言わずに投げてたなと。野手でも僕なんかでも3アップが滑ったよね、あの神宮、うんうん、あれでも野手でも滑ってたから要望と投げよったもん、まあ、かわいい大変だね。
いやでもカープはナスを使ったんですけど、はい、ナスも意外と滑るんですよ。で僕は選抜の時はボールボーイの子にとにかくもう砂をつけてもうこれ取ってくれと。ああ、まあそれ大切ですよね。ニューボールで投げるボールがもう黒くなったんですから。大野知っとる？メジャーの1億円を蹴ってきたの当時十何年前かいの。エンジェルはメジャーリーガーよ、これ本当は。行けよかった。はいはいはい。でももうそのイメージしかないから、うん、まあまず一番原因ですよ。そう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 、出てきたんだ。そうそうそう。その代わり次の年も投げれんから。ああ、誠治意地壊して。なるほど。あのパンもすごかったね。うん、でも30枚までは助かるにどんどん出てもらう。ああ、そうですよ、もっと約束で。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット。次回もよろしく。